皆さんこんにちは。ズーラシアンブラスニュースが始まりました。ナビゲーターの峰崎圭介です。今日はクラリキャットのペパーミントさんと一緒にお届けしていきます。皆さん、先日のズーラシアン吹奏楽部生配信公演はご覧になっていただけましたでしょうか。無観客ではありましたが、ズーラシアンブラスたちは久しぶりに仲間と会えてとても楽しかったと言っていました。ペパーミントさんはバスクラリネットというね、大きくて低い音がする楽器を担当しています。この吹奏楽部公演ではクラリキャットの猫さんたちもね、大活躍だったんですね。それではその時の映像を少しご覧ください。いただいたズーラシアン吹奏楽部の公演はこの後 DVD 化されるわけですけれども、なんと4月に行われた、ついこの間ですね、デビュー20周年記念
ズーラシアンブラスカーニバルの DVD がすでにもう出来上がりました。こちらね、配信の時とは違うクリアなサウンド、そしてね、クリアな映像でよりお楽しみいただけると思います。この公演ではね、フラリキャットさんたちはおにゃんこクラブを踊っていましたので、可愛いですよ。ぜひご覧ください。続いてのニュースです。ズーラシアンブラスたちは現在次々とコンサートが中止になってしまったわけですけれども、そこで新たにクラウドファンディングを始めることにいたしました。皆さんから集まったご支援で DVD を作ります。そのタイトルなんですが、冗談音楽の祭典ズーラシアンブラスショーということで、なんか面白そうなタイトルがついてますね。こんな世の中だからこそ明るく笑って見られるね、楽しい DVD を作りたいと思っております。今までコンサートで披露してきたものからよりすぐりのお笑いネタを、サキソフォックスやドール君、ナマケモノちゃんといった仲間の動物たちと収録する予定でいます。もしかしたら新作もあるかもしれません。今までに制作してきたライブ映像やイメージ映像とはまた違った雰囲気で楽しめると思いますので、皆様ぜひサポートよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ペパミントさん、なんと新グッズがあるんですよね。おっと、そう、こちらです。こちらズーラシアンブラスエコバッグとなっております。結構大きいですね。まあ、レジ袋がね、有料化されるかもしれませんので、とてもいいんじゃないでしょうか。今これ中入ってるのは、あ、猫ちゃんたちがね20匹ぐらい入ってますこのぐらい入る大きなエコバッグになってますけれども、ちなみにペパーミントさんはこれ使ってますか？どんなことに使ってるんですか？うん、何？あ、鰹節？鰹節をたくさん買う。あ、これで鰹節をね、大量に買うそうですけれどもね。あ、でもね、スーパーで大人買いしちゃうと他の猫ちゃんたちが買えなくなっちゃうから、独り占めしないでくださいね。さあ、こちらのエコバッグですね、なんと今回1名様にプレゼントしちゃいますよ。ということで、応募方法は下の概要欄に URL がありますので、どしどしご応募ください。続いては皆さんからいただいた質問にお答えするお便りコーナーです。それでは早速紹介していきましょう。皆さんこんにちは。ズーラシアンブラスからたくさんの楽譜が出ていますが、少し音符が読めるだけで演奏しない人が楽譜を購入したり、普段プレイしている楽器とは違う楽器向けの楽譜を購入したりしても楽しめますか？ズーラシアンブラスのコンサートや CD、YouTube などで聴いた曲のスコアを見て曲を思い浮かべたり、実際に聴きながら目で追ったりできると楽しそうだなぁと思ったりしています。おすすめがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。大阪にお住まいの匿名希望さんからいただきました。まさにこういう方のための商品がございます。こちら、鑑賞用スコアブックです。こちら英語のサイズになってますね。ミニスコアということなんですけれども、ズーラシアンフィルの CD 収録曲が30曲以上も発売されております。いや、オーケストラの楽譜って結構高いんですよね。すごい高いんですけれども、こちらはなんと700円から販売してますので、気軽に作品に触れることができるんじゃないかなと思います。もちろんこれじゃなくても普通のアンサンブルの譜面たくさん売ってますので、ぜひ音楽の絵本ウェブショップで発売しておりますのでチェックしてみてください。お便りいただきました匿名希望さんには、こちらのステッカーセット、こちらをお送りさせていただきます。ありがとうございました。皆さんもどんどんお便りをね、質問とか応募しておりますので、ホームページの方からお寄せください。よろしくお願いします。それでは本日はこの辺でお別れです。また次回のズーラシアンブラスニュースでお会いしましょう。バイバーイ。